母さん、僕、田舎で村づくり始めました。動かせる家を持ち寄って暮らしを作る一風変わったコミュニティ、その名もぼちぼちです。一緒に作ろう。メンバー募集。月額1000円。月額たったの1000。うわー、面白くて最高な居心地のいい場所にしたいです。ではお元気で。コミュニティの仲間から金を取るリアル、運営維持費になるとはいえ胸を苦く突き刺す、逃れられない資本主義。メンバー集まるか疑問すぎ。大丈夫やよちはやくん、メンバーまた一人増えてん。もうすぐ50人。ぼちぼち発起人にして生活冒険家なるくん。村長、大丈夫やよ。完成度 5% にも満たないこの村に50人。メンバーを引き寄せているのは間違いなく。あ、母ちゃんどうしたん？元気にしたる？彼の持つ引力。ずるい、小尺。俺だってもっと引き寄せていきたいな。超面白い漫画でさ、あまりにもずるいので。ぼちぼち村長の反省と挫折、個人情報や村づくりのきっかけに至るまでをネット上に大公開し、シェア拡散します。よーいドン。幼少期、モテにモテる。青年期、トライとの出会い。自然の中での暮らしに憧れる。勉強がアイデンティティでもあったなるくん、北大に入学し大企業バンダイへ。超安定コース。しかしハワイの景色が忘れられず移住を決意。先立つものは大事。資産運用の勉強をしつつ仮想通貨を購入するとバブル到来。金の膨張を体験するも仕事が手につかない。バブル破壊。金って。バブルは崩壊してもハワイへの気持ちは膨張しまくり。脱サラ完了。夢にまで見たあの景色の中へ。しかし運命はそれを許さなかった。移住先でかつてない規模の溶岩噴出。尿管結石。全身じんましん。何かおかしい。次何かあったら、あれ、バックパックがなさあ。帰国後、図書館にいるなるくん、かっこドム職、かっこ外資。どん底にいた彼を救ったのはモバイルハウス作りワークショップ in 廃材エコビレッジゆるゆる。ずっと気になっていた珍名所でのイベント、行くしかねえ。探していた場所はハワイよりも近くにあった。取り戻す生きる目的と資金。家を自分で作れるって最高やん。自分専用のモバイルハウスも作っぞー。80万円のクラウドファンディングをもとにモバイルハウスホビー完成。家ごとの旅よき。もしもし、ゆるゆる村長飛龍さん、俺モバイルハウスを活用した場作りがしたいです。超いいね。結果、集落のおじいちゃんから耕作放棄地をお借りできることに。なるくんは場作りを学ぶべく各地のコミュニティ巡りに。こんにちは、なるです。漫画家ゲット。こうしてぼちぼちは動き出した。なるくんと僕は今日も、あ、千早くん背中汚れついとるよ。一緒に川をお風呂代わりにしているのでした。嬉しい。あ、冷たい。